ご挨拶をいただきます。はじめに平瀬選手お願いいたします。
して、最後になりましたが、自分の親、プロサッカー選手という道に進めてくれた上に感謝したいと思います。そして最後に、自分の家族、ブログでも書きましたけれど、僕は非常に自己中心的な人間です。非常にわがままです。それに、ずっとついてきてくれた家族に感謝したいと思います。ありがとうございました。すいません、もう一ついいですか。最後のわがまま聞いてもらってもよろしいでしょうか。僕の背番号14番を赤嶺君に渡したいと思います。すごいやりづらいんですけど。